今年で67回目を迎える大晦日恒例紅白歌合戦の出場歌手46組が発表されました。初出場はオリエンタルラジオ率いるレディオフィッシュやデビュー20周年のキンキキッズ、パフィーら合わせて10組、そして朝ドラ「トトネーちゃん」の主題歌を歌い、最新アルバムが4週連続1位と好調の宇多田ヒカルさんも初出場です。一方で年内いっぱいでの解散を表明している SMAP の名前はありませんでした。また赤組最多39回の出場実績を誇り、長年紅白歌合戦を盛り上げてきた和田アキ子さんは落選。和田さん同様合わせて39回の出場を果たしていた細川たかしさんは発表前に紅白卒業を宣言するなど、世代交代が印象的な顔ぶれとなりました。さあ、このようになってるんですけども、小倉さん、はい、この紅白歌合戦は毎回毎回選考でちょっとなんかしっくりいかないというか、よくわかんない番組ですからね、どうやって選ばれてるのかね。うん、ブラックボックスですね。和田アキ子さんが40回目の出場ならず残念だったっていうね、落選みたいな書かれ方してますけど、アッコさんがすごいのはやっぱり39回出てきたってことですよ。いつかは変わるわけですから、そういう評価の仕方してあげればいいと思うんだけどね。そうか、エマさんは今回はちょっと注目するアーティストいらっしゃいますか。そうです、例えばラッドウィンプスとかもそうだと思うんですけど、あの世代交代っていうよりは、こうジャンル分けみたいのが進んでるのかなと思って、あの例えば桐谷さんもあの歌手活動されてるのは知ってるんですけど、はいはい、皆さんのイメージって歌手っていうより俳優さんじゃないですか。 ね、でも桐谷さんが出演できて、あのまあ歌手活動をしてる人が出演できないっていうのは、本当に歌だけで活動してる人からしてみると、あれって思うじゃないですか。でも多分紅白っていうのはこれからその歌だけじゃなくて、他のメディアとかでも活躍してる人たちの1年間通してメディアで活躍されてる方が選ばれるっていうことなのかなって。エマさんの彼氏は出ないんですか。彼氏じゃない、友達なんです。あ、ごめんなさい、友達は出ない。あ、ごめんなさい、こんな心こもってない、ごめんなさい。桐谷君の歌はもうヒットしたからね、そうで実際にね、もう売れたからね、はい、さあ松本さん、裏番組で、笑ってはいけないされてますけれども、紅白見ないと思うんですけれども、そうですね、どうなんですか、アッコさんが落選とか、全体どうして僕が思うのは、あんまり面白そうじゃないなっていう感じ。でもおっしゃいますけど、その言うたら、まあ盛り上げるために AKB48 が夢の紅白選抜をなんかこう、総選挙のような企画をしたりとか、オリラジのレディオフィッシュはその踊れるダンサーをオーディションしたり、桐谷健太君は日本中から一緒に歌う人とかいうふうに盛り上げようとはしてるんですけど、いや僕はだからその NHK さんはまさかこのマンネリをダメやと思ってんのかってちょっとびっくりするんですよ。いや、やっぱもう風物詩なので、もう風物詩はマンネリの極致なんですよ。だからこのマンネリをやめちゃったら紅白の良さは何一つないから、いやもうマンネリでいいんですよ。だから毎年ちょっとのマイナーチェンジ、少しずつ、まあちょっとの脱皮ぐらいで僕はいいと思うんですけど、今年はちょっともう脱皮というか、ちょっともう身をえぐっちゃってるというか、ちょっとシェイプアップしすぎというか、なんだろうね。いろんな、多分 NHK の中でもいろんな意見があって、変えた方がいいとか、いやいや、そのね、言うたらマンネリがいいんだという意見の中で、今回、こういう落としどころっていう。そういう意味じゃ、毎回さ、南極の昭和基地から白組頑張れって応援電報が来なきゃダメみたいな。そうです、そうです、そうです。それでいいよね。だから北島三郎さんは卒業されましたけれども、やっぱり歌ってほしいし、いや、そうなんです。だからね、きっと僕ネットとかああいう意見を、僕は見すぎて、まあ、それも業界全部に言えることですけど、あのネットの意見って、あれ僕は一般の意見とは必ずしもイコールではないと思うので、もう無視していいと思うんですよ。ここはもう頑張ってやっぱマンネリを貫くと、もう本当にもう視聴者とのもう我慢対決みたいなもんですよ。もうそこに勝てるかどうかなんですよ、マンネリって。ねじ伏せるっていう。NHK 自身がそこまで視聴率を気にしなくてもいいような気もするんですけど。スポンサー関係ないわけやし。はい。じゃあ若者をもっとって言ってる割には初登場の人もそんなになんで今なんやろっていう。イエローモンキーさんも復活されたりとかあります。まあ、キンキキッズさんが初めてですけれども。さあ、ワイドな高校生の小玉さん。はい。小玉さんは現在高校。
1年生、はい、紅白歌合戦っていうのは最初から最後まで見たことありますか？見たことあります。いつも私はあの紅白を見て、うん、ちょっとガキ塚に変えるっていうのを毎年やってるんですけど、うん、なんか全員に好かれようとするコメントですよ。本当にそうなんですけど、ね、紅白の良さっていうのは、うん、やっぱりなんだろう、子供からおじいちゃんおばあちゃんみんなで見れるっていうテレビの印象なので、うん、それで、うん、偉い方、うん、あこさんとかが出なくなってしまうっていうのは、うん、やっぱりおじいちゃんおばあちゃんからしたらちょっと、いや芸能界入ったばっかりがそう、あこさん偉い方やもんね。お偉い方、ね、偉いも2種類ありますからね。2種類ありますか？1種類だけじゃないですか？はい、そうなのでやっぱり去年と結構がっつり変わってしまったので、今年はちょっとなんか寂しいなっていう思いはすごいあります。思います。前園さんは紅白歌合戦どうなんですか？毎年僕はあのがっつりは見ないですね。見ない。あの例えばスマップさんがあの最後に出るとかだったら絶対見たいなと思ったんですけども、うんうんうん、まあ、そこまでそんなにこう見たい感じはしないです、正直。なるほど、分かりました。いやスマップは僕は、はい、まあ、出るかどうか あれ分かんないですけど、うん、はい、あのね、やっぱりこの曲やから言うわけじゃないですけど、スマップがもう年内で終わりじゃないですか、うん、そこでなんか僕は有終の美を、うん、飾ってほしいと思いますけどね、うん、スマップでフジテレビでやっぱりあの、うん、スタッフの思いとかいろいろあるでしょうしね、うん、なんかそこでなんかみんな一つになって紅白っていうよりはフジテレビの番組で最後フィナーレを飾ってほしい、うん、僕は個人的には思います。ただそのスマップのスタッフも最終回をどうやるのかっていうのはすんげえ悩んでみたよ、ね、見る我々もどういう風な最後なんだろうっていう興味もありますし、どういう風に終わっていくのかっていうのもちょっとね見たいっていうのは正直なところでございますけれども。